塩見慶一は日本の CBC テレビに在職するアナウンサー。京都府福知山市出身。同志社大学在学中は喜劇研究会及びプロレス研究会に所属。また、その頃に朝日放送制作の恋愛バラエティ番組で人気のあったラブアタックに出演した経験がある。1984年に中部日本放送へ入社。以来、 バラエティ番組とスポーツ番組を担当。スポーツは野球をはじめボクシングやラグビーなどの実況を担当。2004年10月16日放送のプロ野球日本シリーズの中日ドラゴンズ対西武ライオンズの第一戦のテレビ実況中に体調不良を訴えて途中降板し、久野誠ことが代行した。また実現はしなかったが、 2006年の日本シリーズ中日対北海道日本ハムファイターズでも第7戦が行われた場合は塩見が実況を担当する予定になっていた。2008年7月1日よりアナウンス部部長。2012年7月1日付の人事異動に伴いアナウンス部を離れスポーツ部長となった。2014年4月1日中部日本放送の持ち株会社化に伴い CBC テレビへ転籍。7月1日、2年ぶりにアナウンス部へ復帰。専任局次長兼任という形でアナウンス職へ復帰した。2019年10月に定年を迎えたが、再雇用で引き続き CBC アナウンサーとして活動する。同局内の野球中継番組のページには、プロフィール写真が載っていないため、 地上波中継ではなく J スポーツに中継の CBC、制作文で実況を担当している。フリートーク中は、本当にが口癖である。山下智久主演のプロボクシング映画、明日の城で山下演じる、矢吹武,武対、伊勢谷雄介演じる、力石徹トールの試合の実況アナウンサー役として、出演していた。アナウンス部長時代は、テレビラジオの出演がかなり減少して、 テレビでは、中日クラウンズのリポーターとその期間の、花坂かタイムズでの中継出演のみでそのことを、年に一回テレビに出ると、自らネタにしていた。一方、ラジオでは、坪井のりおの聞けば聞くほど、の代理出演や朗読番組の、言葉の玉手箱に、年に何度か出演する程度と、なっていた。同時に、スポーツ実況も担当しなくなっていたが、2011年7月に、 西村俊人氏が人事異動でアナウンス部からスポーツ部に移ったため、その穴埋めとして、ラジオニュースやスポーツ中継の出演頻度が増加していた。2014年のアナウンス部の復帰以降、不定期にスポーツ中継のリポーターを担当していたが、2015年5月27日の中日対ソフトバンクの J スポーツ向け中継で実況を担当し、 2011年10月7日以来の3年7ヶ月ぶりの野球実況となった。夫人は元 CBC アナウンサーのキリュ子。イクコ。3人娘の父親であり、ケーキ作りが趣味であるがために、毎年娘たちにバースデーケーキを作り、CBC が運営している魅惑のアナウンス室ブログでも手作りケーキを写真付きで公開していた。代表的なスポーツ実況。ありがとうございます。